皆様お待たせいたしました。ただいまより三社杯 F2 戦優勝となりました宮城の松澤圭介選手の優勝インタビューを行います。関東門にご注目ください。選手入場。優勝となりました松澤圭介選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前の阿部選手も積極的に仕掛けていきましたね。はい、やっぱお客さんの あのプレッシャーが効いたんだと思います。さあ柿澤選手にもしっかりと抵抗して守りきりましたが、はい、もう阿部君行くだけ行ってくれて、もうあそこで前回のセーブ園同じように失敗して取られてるんで、あそこも本当意地でも守ろうと思って頑張ったらしのげたんで良かったです。ゴール前はいかがでしたか？もう大体、まあ、自分一着になるなと分かれてたんですけど、最後まで気抜かないで踏み込んで自分一着って分かった時本当嬉しかったです。3日間を終えてご自身での評価いかがでしょうか？最後は同級生の阿部に任せたんですけど、3日間としてすごい体調良かったので、このままサボることなく精進して今度自力で優勝取れるように頑張ります。では改めてファンの方にメッセージをお願いします。すごいプレッシャーもありましたけど、熱い応援ありがとうございました。すごい気が引き締まって優勝することができました。ありがとうございました。おめでとうございます。ではここで優勝者当てクイズの抽選を行いたいと思います。松澤選手から1枚引いていただきます。はい、1枚選んでいただきました。はい、こちらですけれども、昭島市にお住まいの宮本様、昭島市にお住まいの宮本様が当選されました。おめでとうございます。宮本様には優勝しました松澤選手のサイン色紙、そして決勝戦に出場した9選手の寄せ書き、競輪マングッズ、そしてクオカードをセットにしてお送りいたします。楽しみにお待ちください。では続いてラッキーボールの投げ入れがございます。このラッキーボールは本日中に正門横インフォメーションセンターにて景品とお引き換えください。さあ松澤選手ユニフォームもプレゼントされるようです。松澤選手ありがとうございました。では松澤選手が退場となります。皆様大きな拍手でお送りください。